どうも、佐藤のけんけんです、アルバム14枚解説するということで、今回はトロイメライですね。トロイメライですね。トロイメライはね、何曲あったのこれ。12曲、うん、12曲あるんですね。これで、もう佐藤のけんけんもやったことがない曲も入ってるんじゃないですか、これ、うん、いいですね。盛り上がれる曲もありつつ、しっとり聴ける曲もありつつ、うん、非常にバランスがいいアルバムですね。これ何年にできたんだろうな、これな。2002年なんですね。何年前、16年前かな。16年前は何してたかな、皆さんは、ね、そんな昔を思い出しながらでも楽しめるんじゃないでしょうかね、うん、はい、じゃあこんな感じでトロイメライですね。清く一票をお待ちしております。1日1回誰でもできますからね、気軽にやってもいいんじゃないでしょうか。7月7日パシフィコ横浜で皆さんに会えることを楽しみにしております。それではまた。